10月証書は、ロシア第一革命の混乱を収集するために、1905年10月17日に、ロシア皇帝ニコライ2世の名によって出された証書。証書の起草は、セルゲイ・ビッテとアレクセイ・オボレンスキーの手による。正式名称は、国家秩序の改良に関する証書である。10月17日証書や、10月宣言とも言う。イリア・レイピン作、 1905年10月17日1905年、日露戦争に敗北したロシア帝国では、同年1月9日の地の日曜日事件を短所として、2月、モスクワ総督、セルゲイ大公暗殺、6月戦艦、ポチョムキンの反乱などの事件が続発した。さらに全国に創状が波及して、10月全国ゼネラル、ストライキが起きた。この間、皇帝ニコライ2世は、 アレクサンドル・ブルイギン内相をして、直令を発布させた。しかし、創設を約束された国会の権限に不満を抱く、国民大衆は一層、ツァーリー政府に対する不満を増大させ、上述の通り、10月のゼネストを招く事態となった。この事態を収集する上で、大きな役割を果たしたのが、セルゲイウィッテである。日露戦争に反対し主戦派であったビャチェスラフ・プレーベ。 ベゾブラー・アゾフラと対立していたウィッテは敗戦後全権主席としてアメリカに赴き1905年9月5日ポーツマス条約締結にこぎつけていた帰国後ウィッテは首相として事態の収拾に当たることとなるウィッテはアレクセイ・オボレンスキーと共に10月少書を起草した当初ウィッテはニコライ・ニセイの少書による事態収拾には反対していたが 自分の意見を証書に盛り込ませることで証書発表に最終的に同意した。ニコライ二世は寄贈された証書に対してサーリの先生権力を縮小するものとして直挙を絞った。しかし、ウィッテが自分の意見が通らなければ首相の任につかないと皇帝を半ば脅迫し強引に証書に同意させることに成功した。10月証書は ニコライ2世の名で以下の3点を国民に対して約束している。10月少書の交付により、ロシアは立憲政への第一歩を歩むこととなった。同少書は、それまでツアーリの先制政治のみを経験してきた、ロシア国民にとって憲法の先駆とも呼べるものであった。10月少書発布により、勝利を得たと考えた自由主義者たちは、訂正に対する矛先を収めた。 恩恵派は11月、10月17日同盟を結成したほか、社会革命党、ロシア社会民主労働党は合法的活動の余地を得た。一方で、自らの先制権力に枠をはめられたニコライ二世は事態を屈辱的なものと感じていた。また、皇后アレクサンドラも先制を施行していた。皇帝は国会に対して度となく拒否権を発動するなどし、 選挙法の改正を通じて国会の形外化をも論んだ。日露戦争終了後、ャーリー政府は体制を挽回し、12月に起きたモスクワ放棄を武力で鎮圧した後、革命勢力の隊長とウィッテの期待通り、自由主義者を中心に10月少所に賛同する恩憲派は国会選挙に備えることとなる。1906年第一国会では自由主義派の 立憲民主党が第一党となった。ニコライ二世の拒否権行使のため、国会は権限が境外化し、言論の自由は制限された。ありがとうございます。